前髪の巻き取れてきたけど、実はハーフツインしてます。あー疲れた。ハーフアップじゃない、ハーフツイン。ということで今日は、バッチコイの収録でした。今日はちょっとブリブリのハーフツインにしました。触覚ない方がなんかアイドルっぽいね。ちょっと水飲みますね。コップに入れよう。いや私やっぱカバンを腕で持つのダメだわ。見てこうなっちゃう。カバンとか今日はね、普通に紙袋にテープ道具これって言ったんだけど、ダメだ。私肩掛けトートバッグかなんかじゃないとダメだ。痛いめっちゃ。でも私だけじゃないよね、こんなの。でもこんなならないよね、こんななっちゃう。痛いです。だからもうね、なんか肩にかけてもちょっと大きめのトートバッグとかじゃないと。水こぼしたし、メイク道具とか。でした。メイク道具が重いかも。やっぱ肩掛けのなんかショルダーバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグじゃないとダメですね。よいしょ。リュック持ってない。だからリュック欲しいんだよねって話したよねこの前。そうリュック欲しいの。リュック欲しいなって思ってたんだけど、そうなんです。ないんだよね。しかも大きい荷物が入るリュックって相当。治ったかな。いやでも可愛いものがいい。可愛いものってかなんかちゃんとしたリュックがいいから。どうしようかなって考えてますね。雫あるらしいね。
11日だっけ、久しぶりだね、雫公演。まあメンバーはもう決まってるんですけど、スタイロンつけよう。絡まってる、すごい。なんかもういろんなコードがここにあるんだよね、スイッチだったりとか。サマステと同じ日、サマステは7月じゃないんじゃない、8月11じゃない。明日が逆上がり公演なんですけど、明日来てくださる方いらっしゃいますか。はーい、わ、結構いる、嬉しい、結構いる、嘘、そんな多いって思ってなかった。じゃあ明日はちょっとみんなを驚かせます、多分ですけど、って言っといて驚かせられなかったらまた755かメールに伝えるんだけど、多分驚かせちゃうかもしれない。来てくれたら結構レアかもしれない。まあこれ以上は言わないどく。来れない方は音出まで、だね。いや、わかんないけど、こういうこんだけは言っとくわ。多分だ。私こんくらい触覚短くしようかな、長いの全部しまっちゃおうかな今後。寸劇長いのかな、ちゃんと見てない、明日の寸劇。見てみる。携帯どこやったっけ。ちょっと待って、携帯拭こう。あと昨日だっけな、昨日か、エイトの日の発表がありまして、私はピューロランドになりました。私の大好きだけど1回しか行けたことがないピューロランドになりました。嬉しい。ということなので、ぜひ、私は夜かな、東日本の方に出ますので、ぜひ来てください。しかもメロちゃん出れるんだって、嬉しい。嬉しすです。出るかもじゃない、出るかもなの、出ると思ってたもん。
決まりだと思ってた。私はマイメロちゃんが一番好きなんですけど、でもシナモンも好きなんですね。どっちも好きなんです。はい、でもずっと好きなのはマイメロちゃんです。私はそう、西日本じゃなくて東日本なので、お間違いのないようよろしくお願いします。横内さんのツイート見てない。なんか書いてありましたか。あ、そうなの。全員パートもあるんだ。あ、メインがそっちで全員パートもあるよってことか。なるほどね。じゃあぜひぜひよろしくお願いします。ね、私もピューロ久しぶりだし、普通にプライベートで行きたかったから行くんですけど、楽しみ。まさか自分の好きな場所でライブができるだなんてね、すごいじゃないですか。感動です。ね、楽しみですにゃん。最近サンリオグッズも買ったばっかだしね、マイメロちゃん。かわいい。あ、そう、ピューロランドのかわいい歌舞伎の演出が横内さんなんです、実は。実は知ってましたか。私もまだかわいい歌舞伎を見たことないんですけど、なんか400人でスタンドで1000人だっけ。だからどうなるんだろうって感じですけど、私たちも詳しいところわからないので。ぜひ当ててきてください。正式って書いてあったから多分400。わあ、なるほどね。じゃあ400人限定だ、なんなん限定なんだ。そっか、なるほどね。いや嬉しいよ、こんななんか立て続けにサンリオさんとコラボできるだなんて、めちゃくちゃ幸せ。じゃあ明日は結構みんないるんだね。頑張ります。久しぶりだから稽古演もちょっと緊張してる。うん、1133。あ、もうサンリオグッズは喜んでいただくので、ぜひ皆さんもしピューロで、あ、これゆなちゃん欲しそうだなって思ったら
ぜひぜひ。いやだって最近シナモンの靴下も買いましたし、これファンの方からいただいたんですけど、スイッチのケースはシナモンですし、基本ねシナモンとマイメロですね。だから実家にはめっちゃマイメロがいるかも。その大人になってあんまりサンリオグッズ自分で買わなくなったからあれだけど、実家には結構マイメロがいます。髪の毛がもうバシバシ。今日はそうバッチコの収録ってさっきも言ったんですけど、言ったじゃないですか。でなんか本当に私バラエティできなくてめっちゃへこんでて今あんまりね、そう仕事終わってへこむことってそうそうなかったんですけど、今日はなんか結構引っ張るほどへこんでます。私本当帰り道に涙が出そうだなって思ったくらいなんかへこんでて、全然面白くもできなかったし、思えたら涙が出そう。失敗かどうかわかんないけど、自分的になんか面白くできなかったかな今回は。そう、そうだから難しかったかも。結構なんだろう、自分で考える系、まあ例えばだけど大喜利系みたいな感じだったから、私結構苦手で脳みそ動かなくて、だからなんかカメラ回っちゃうとうーんってなっちゃうから、今日はかなり悩みました。ちょっと泣きそう。そうでも経験あるのみだから、でも今日経験、やっぱね、やっぱなんだろう、比べたくなくてもやっぱ比べてしまうのはね事実ですし、そうだね。でもありがたいことにバッチ行為には何回出演してるかな、4回目今回で、メンバーの中でも結構多い方だと思うので、毎回爪痕残そうって思ってるんですけど、なかなかできなくてね。ですので、いやー私の回は全然面白くないですよ全然。でもこんなへこむことなかったんだよな。何だろう今日何だったんだろうな。でも私ってなんかその素の天然とかじゃないんですよ。素の天然とか素のバカじゃなくて、なんだろう、勉強ができないバカだから、自分で言わない言ってる言わないと思うんですけど、なんか抜けてるとかはないと思うんですよ。そうからなんだろう、変に大人の方とかカメラとか回っちゃうと考えちゃうんですね。そう、ああこうしないとこうしないとって、そうそう、だから私はなんか天然とかスコって抜けてるとかじゃないから、そうなんか良くも悪くもなんか人の感情を
読み取ろうとするんですよ。なんか人のことを考えちゃうから、良くも悪くもね。そう、考えなくていいことも考えちゃうし、もうそれ考えた方がいいことは考えてるつもりなんだけど、そうだから難しい、変になんか考えてしまう。かなーっていう。そう、スコっていけないから頭の中でぐる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 って考えてこれって感じだから、そう、なんか自分の脳みそはなんでこうなんだろうって。でも良くもさ悪く、良くも悪くもっていうのは難しいけど、あんまりやっぱ他人のことを考えないで生きていく方が楽じゃないですか。他人の目を気にしないで生きていくって言ったらいいのかな。そうね、むずいよね。でも私はやっぱ人に何かすることとかが好きだから、人のことを結構考えてしまう性格なので、難しいなって今日は思いましたから、ちょっと帰り道泣きそうになったけど、明日の寸劇見ようと。そう、ハートがいて大丈夫なんです。切り替えていきます。でも大好きなピーターパンを買いました。今日お昼にメロンパン食べて、カレーパンとチョコチップメロンパン買ったから、いつ食べようかなって考えてます。でもさ、どっち先に食べた方がいいかな。カレーパンが先かな。カレーパン先食べた方がいいかな。で、カレーパンか、明日の朝でもいいか。いいよね別に。カレーパン先に食べて、あ、そう、トースターがあるから、カレーパンはトースターでチーンして食べるまし、食べます。うん、メロンパンは明日の公演前に食べようかな。カレーパン冷蔵庫に入れといた方がいい？メロンパンも？
かパンってさ冷凍庫入れた方がいいの？クロワッサンも買ってさスーパーで、それもさしまっといた方がいい。食べないなら冷凍庫の方がいいですか？最近気になり始めましたって、あ、ありがとうございます、嬉しいです。クラワさん冷凍庫分かった、じゃあジップロックに入れて冷凍庫に入れます。じゃあカレーパンは明日の朝食べますね。とまだスープも残ってるからスープも食べて、メロンパンは明日の公演前に食べます。稽古に起こさないとな、久しぶりだから。久しぶりにみんなと会えるから楽しみで、明日誰が来るんだっけ？あれだよ、下手がいいんだよ、みんなわかってる？下手に座るんだよ、私を見たいなら。明日誰来ますか？明日来ますか？うちわとペンライトもよろしくお願いします。そうでも茂木さんとペンライトの色かぶっちゃってるからちょっとあれなんですけど、十字してて、十字ペンライトの色変えたいな、変えたいなとか言って。ペンライトはそう青と紫なんですけど、茂木さんと丸かぶりでしてこんなそんなことあると思う。紫とピンクがいいんだけどな、誰かと被っちゃうこれ。逆にもう紫と紫で十字にするのありですか？急に。うちわ持ってくるから。あ、本当？うちわはねすぐ見つけられるんだけど、ペンライトだとうってなっちゃう。でも紫ピンクって誰かいるんだよね。紫紫、どっちがいいかな、ダブル紫か紫ピンク、いる？紫ピンクゆずっち、左も多いなぁ、うちの好きな色多いなぁ。もうでもね、一本だと分かんないんだよね、うちは持ってくれてないと。いや、ダブル紫に変えませんか、いっそのこと。やだか、ダブル、いやダブルピンクはいそうだね。紫紫の十字にしよう。ダメ？あり？紫紫の十字にしようよ。いや、かぶっちゃう。なんか茂木さんがね、なんかその幕が開いた時になんかその下手に私のファンめっちゃいるやんみたいなのを言ってて、その青と紫のペンライトだったから、でよく見たら ほぼ服部のファンでみたいな、なんか知らん顔ばっかだったみたいなのを、そう
言ってたから、十字はできる人はしましょう。十字はできる人してほしいから、十字だったらすぐ見つけられるから、一応紫の十字でもいいですか。紫なかったらピンクとかでもいい。意外とそういう方いらっしゃるから。え、ピンクとかの方がいい。ピンクはいそうだよね。でもさ、ピンクがいない。でも急にピンクってなっちゃう。いや、紫ピンクはいるんだって。イコノイジョイフェス見てないの、見たいです。どっちがいい。ちょっとピンクか紫でちょっと聞くわ。ごめん、急にペンライトの色変えるってなっちゃってるけど。紫がいいかな。そうだな、私紫好きだから紫にしよう。うん、そうしよう。日本だピンクも好きだし、紫も好き。まあ部屋は結構ピンクなんだけど、いや紫にしよう。薄紫好きだから、紫の十字でお願いします。ない人はなんか十字してくれてたらわかると思います。それか内輪でよろしくお願いします。買いましたペンライトの色。っていうこと一回755に伝えるわ。これおしさいか、おしさい、よろしくお願いします。基本でもうちわとかあったら×でもいいよ。×でもいい、十字でもいいんだけど、なんかクロスしてくれてたらわかるかも。よろしくお願いします。ねえやめてよ、なんか変なコメントするの。違うんですけど、やめてよ。ちょっと明日とりあえず紫がいっぱいあることを。でもなんか忘れそう、私も紫と青ってどこだっけって探しちゃいそうだから。でもいるんだよね、なんか最近十字になんかこうやってもう貼り付けてる人がいるの。こうやってテープかなんかね、でずっとこうやって持ってる人いる。そう、だからこうペンライトをもうくっつけた状態で持ってて、うちわも持ってくれてるっていう方いらっしゃる。どうやってくっつけてるんだろう、テープかな、どうやってくっつけてるんですか。
ゴムとか十字とうちわは絶対きつい。もうそもそもさ、舞台の時にうちわがダメってなって、だからペンライトで探しますってなって十字になったんだよね。だからうちわ持つように考えてなかったからさ、輪ゴムだって。確かに輪ゴムとかできそう。結束バンドね。ゴムでいけるのかな。ゴムでできそうかな。そう、固定したらうちわも持てるのだから。てかやばくない、まだ残ってる、このカバン持ってた後。ゴムじゃできないかな。でもさ、あ、すっごい紙のゴムでやるとあれだけど、こういうことじゃない？これを何個かやったらいけそう。あ、とかもうめっちゃ可愛くしてリボンとかにしちゃうかね。しちゃうとかね。確かに輪ゴム？輪ゴムの方がいいのかな。ゴムつけたらできそうですね。確かにね、振ったら飛んでっちゃいそうだね。可愛くペンライトとかなんかね、アレンジできたらいいけど。髪の毛何にしようかな、どうしようかな。こうか、明日はおろし目にしようかなって思ってる。髪の毛全体的に明日は誰が一緒なんだろう。アミさんと初めて出るかな。ハーフツインもありだけどね。またってなっちゃいそう。2日間ハーフツインだよ。触覚減らそう。こっちちょっと多いのかな。ひよなさんがうないる、うながいる、うながいる、嬉しいって言ってて、うわ嬉しい。ひななに会えるにゃん。久しぶりに一緒に出るかもしれない。そもそも私が久しぶりだからかな。明日
か、ちょっと考えとくね。うなぞうって呼ばれてる、知らない。うなぞうって呼ばれてんの？ひななにうなぞうって呼ばれたことないけど。うなぞうって呼ばれてんのかな。この触覚ないハーフツインでも確かにちょっとしてみたいかもしれない。わかんない、言ってくるかも。そう、ひなな癖が強いのよ。おもろいけど。10日の公演申し込みました。10日は私多分出ないかもしれない。10日は私出ないや、8かな。私は10日は出ません。恋バナしたって言ったらいい。いいなって。何、そろそろ松葉に行きたいところです。もうなんか言うこと聞かなくなってきた。ボッサボサ。え、私劇場出るのいつぶりだっけ。1ヶ月ぶりくらいになっちゃうもん。キーで鶏ももの鶏ももの桃の鶏ももの桃の鶏鶏ももの桃の絡みって何。鶏ももの絡みって。確かに大西さんと出る時全然ないね。なんかちょうど入れ違ってるかも。6月12ぶり。あー、結構経ってる。あるか、明日も。みんながいい席になりますようにって願っておきます。じゃあちょっと早いけどランキングを見ます。13位ジューシーアントマーク超大盛りなとり丼さん、12位アギさん、11位クロキアントマーク明日はオンデマで見ます頑張れーさん、10位、うん、なんて書いてあるんだろう。あ、変わっちゃった。13位アギさん、12位クロキアントマーク明日はオンデマで見ます頑張れーさん、11位ベベモンさん、10位ヤッスンさん、9位キングサットマークリランチさん、8位サザビさん、7位ひのちゃんの中心さん、6位ゆうきさん、5位マイキアットマークバチコへ収録お疲れ明日公演頑張楽しんでねさん、4位 TK トンからアットマークタイのなとりどんさん、3位山猫坊主さん、2位まちゃひろさん、1位ダイヤくんです。ありがとうございました。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。
バイ。